はい、皆さんこんばんは。それでは今回はですね、エミリー1トゥープレイ2をですね、やっていきたいと思います。以前にもね、1をプレイしたことあるんですけども、どうやら続編が出てみたいなんで、今回遊んでいきましょう。エミリー1トゥープレイ、直訳すると、エミリーはやりたがりですね。欲しがりエミリーです。さあ、それではですね、これ部屋、いきなり始まったらいきなりこの部屋だったんですけども、チェックポイント。6時。ニューゲームとかありますね。で、操作の仕方が、L3 ズーム。シフトスプリント。フラッシュライトは、これ取らなきゃな。OK。はい、フラッシュライト。のポーズに、ユースクラブ。はい。誰かいね、俺の後ろに。いねえか。ん？誰かいねえ、ここに。スタンド攻撃を受けている。まあ、いいや。そんなことどうでもいいとしまして、じゃあゲーム始めていきましょう。ニューゲームでいいのかな？ここかな？ OK。はい。一作目の1がですね、こういういろんな、化け物っていうかね、人形から逃げながら、朝を目指すという感じのゲームで、かなり怖かったです。ザ・オズ、ん？まず、あ、クレイジーパーティー、ああ。クレイジーパーティー、クレイジーパーティー、書いて、ああ、んちょっと英語は私苦手なのでね、わかんないですけど、多分これ、自分家でパーティーしたのかな？汚ねえ。I'm so sleepy。汚いのが多分、パーティーしてみんなが帰った後なんでしょうね。で、私はもう眠たいわ、と。はい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 。ブレーカーありますね。うん。なんか立てかけられたと、こういう椅子があると、ここを閉じ込めてるんじゃないかっていう、ハローネイバーのが、まあ、絶対ここに今回もヒント書かれる。バーって、ね。ベッドに行けと。はい。はいはいはい。ベッドはどこかな？うーうい。なんか意味深だな、これな。じゃあ、これベッドないね。わ、なんかすごい。和風の妖怪の、ね、絵が描いてある。仕事部屋なのかな？なんかこれ、サイレントヒル2の最後のセーブポイントを思い出しますね。こっちにもあるね。まあいいや。こっちかな？汚ねえけど。あー、あったあったあった。はい。Oh, my bed.OK。なんだろう、前はそのピザに配達しに来たら、閉じ込められちゃって、朝まで逃げ切るっていうゲームだったんですよ。1時間ごとにチェックポイントがあって。で、いろんな敵が出てきて、その特徴を捉えて逃げていくって感じのゲームだった。さあ、今回はどうでしょうか。うるさい。ダブル。あら。さて。あ、なんかいるけども。見たことない人形ですね。OK、フラッシュライト。よし、これがないと暗くて。誰だ、電気消したやつ。はい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 。何？え、なんで閉まった？あ、でも開いたわ。気味悪い。なんか、ティーン。え、何？中からこう、大足のメダルとか出てくるのかな？出てこないっすね。お、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 宙を置いている。え、なんで、まあ、こういうのいいのかな。ちょっと中見て回りますか。ん？ I need shower beautiful シャワーを浴びろっつってのかな。うるせえ。シャワーを浴びる。お、はい。ちょっとね、今、翻訳アプリみたいなのをこう、使いつつやってるんですけど、翻訳アプリが間に合ってなくて何言ってるか分かんないんですよね。まあ、でも、なんか、ちょっとそれっぽいことを見ながらやってます。何言ってるか分かんない。いまいち、ね、アプリがこれ、信頼性が高くない。一部の単語しかこう、訳してくれない。
さて、風呂入っちゃった、いつの間にか。汚ねえ風呂だな、おい。なうわ。カーキー。カーキーわかる。車の鍵を探せっかな。車の鍵。なんかあった。チーン。なんだこれ。チーンって変な音するね。キーアイテムか何かかな。もうなんねえや。チーンだって。書いてあったっけさっき。なんで、なに、おーい、なんだよブーっていきなり、なんだろうこれと思って触って触ってみたらいきなり、はいはいはい、夢かな。あ、死んだのか死んだという判定なんだこれ。マジか。え、なに今、意味わかんねえんだけど。死んだという判定。なんなの？こっち。なんかサイコロみたいな数字書いてあるんだね。ちょっと触れないでおこう。あ、あったあったあった。カーキー。カーキーってこれ、ランダムなのかな？もしかしてもう一回風呂入んなきゃいけないの？ああ、もう一回入んなきゃいけないのか。アイテムの位置はもうランダムっぽいね。はい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 。で、何すりゃいいの？歯入ってる。はあはあ、ふぅ、さっぱりした。あ、直角アプリ。ウォッシュ、皿洗いだって。皿洗いしてこいと。どこの音だよ、これ。皿洗い、もうこいつも、こんなのいるもんね。いたな、こんなやつな。お、誰かいる。人形かな。あ、消えた。まあ、皿洗い持ってかなくていいでしょ。まあどうせあれやね、あの台所のやつかな。これ大丈夫かな。これ大丈夫か。おー、消えた。襲ってくんのかな、もういきなり。いたー、こいつ。走ってくるやつ。ドア開けられないんだよね。だから、逃げるときにドアを閉めればいいっていう。違う、部屋をまたいで来れないんだっけ。部屋をまたいで来れないんだ。面白いね、ルールの上で敵がそういて、それぞれの特徴で、うまくそれを見つけて逃げるっていうゲームだったんですよ、一作目が。ナイトメア。今回もそうなのかな。さっきでもなんで死んだんだろうね。ブブーって。罠かな。ああ、書いてる。レッドヒアイン。仕事に行ける。彼女は聞く？読めねえな。彼女は聞いている？彼女は聞く。うお、なんだよ。何事ね。うわ。うわ、こいつすっごい嫌い。見てながら行くやつだよね。うわ、振り返った。あ、大丈夫。あ、生きてる生きてる。もう死ぬのかと思った。オッケー、皿もらったんでオッケー。え、ちょっと待って、おかしくないこれ。あれ、こんなんあったっけ。一時で止まってるね。キーカードなんてあった？おお、やめろよ。どっから聞こえてくる？まあいいや。で、電気消したんだよ。やめろ、やめえよ、やめえよ、気持ち悪いな。もういいや、仕事行こう。あれ？
なんだ、ちょっと待って待って待って、なんだこいつ、いきなり。ちょっと待ってくれ。あまり驚いてしまいますよ、これだと。え、何？どうすればよかったの、今。死んだ判定ですね。え？ちょっと待ってくれよー。あ、また鍵あった。お前か。お前か、この野郎。とりあえず、フラグとしては、シャワー浴びて、はいはい。シャワー浴びて、皿洗って、あ、車の鍵を手に入れる。まですれば良いっぽいね。で、キーカード？でも、玄関あっちでしょ、だって今よくわかんないとこじゃなくて、だからあっちでいいんだと思う。あっちキーカードよくわかんないの、でも、まあいいや、そこまでやりましょう。これその都度やんなきゃいけねえのか、めんどくせえな。ね、その都度これ風呂入って鍵探して、鍵あるんだもんね。またまんまって聞こえるね。で、すいませんね。何度も何度も、多分何度もやります。あと4回ぐらいこれやります。敵の特徴がわからない。例えば、さっき首くるっと振り返ったやつは、見てないと、高速で移動してきて、こちらを殺すというか、SCP の173と同じ特徴なのね。気持ち悪いな、音かな。OK って。フューズボックス、アゲインバッテリー。バッテリー入れてこい、だって。バッテリーが切れちゃったのか。あげてと。OK。大丈夫だよな。OK。怖えな。え、またまたあげてこいって。ちょっと、何、どうすればいいんだ、これ。どうすればいいの、なんか、暗くなると変な金図出てくるんだけど。ん？それでも今、あれかい？今のやつは、2回とも見たことないやつなんだよ。走ってきたやつだよね。今の間もね、スーツのスレンダーマンみたいなやつだよね。あれ、鍵がない。鍵がないの。また風呂入んのかよ。スレンダーマンみたいなやつ。一瞬立ち止まってて、そこからこう走ってきたっぽい。目を合わせちゃいけないとか？スレンダーマンっぽいやつだから。違うのかな？なるな。もう超歯が入ってるけど大丈夫？これ振り返って大丈夫？やめろよな、やめろよな。やめとこ、気持ち悪いから振り返ってやめとこ。あ、あった鍵、よし。じゃあ皿洗います。もうまんま振り返って大丈夫？振り返るけどね。バッテリー、ヒューズボックスが上がっちゃって、で、入れるじゃない。で、もう一回上がるじゃない。その後襲われるじゃない。あ、一回目で襲われてたっけ、さっき。何かいけないのかな。ちょっとこの時点で襲われるのかな。ヒントが意味わかんないんだよな、もう。仕事に行けるってことだし。ちょっと待ってね。
時間が違う。4時だ。開かないよな。4時か。さっき1時だったよね。気持ち悪い。やっぱこうなるよな。あげます。あげます。動きました。こっち行ってみようか。4時のまま。あっ！エミリーがいる。なるほどね。フラグは立ったっぽいな。で、もう一回、あげる。で、こっからだよ、こっから。目を合わせないように。目を合わせないように。目を合わせないようにって。開けて。まんまいる、まんまいる。これ絶対追いつかれるでしょ。どうすりゃいいんだ。まんま追いつかれたよな。ちょっと待ってください。ちょっと待って、ごめんごめん、あとね、あと4回やる。考えさせて。鍵、お前な、最近ね頭固いんでね、2パターン今ちょっと考えてます。あ、これもさっきやってないな。まあ、いいや。2パターン考えてて、1パターンとしては、その、敵による特徴の対処が間違ってるから今やられている。ね。だから、その、目を合わせないとか、背を向けないとか、走らないとか、あとライトつけないとかね。対処法を間違ってやられているというパターン。だいたいそうなの。いつもね、もう多分、ハローネイバー最近やってなかったら、多分そのパターンで頭が固定されてしまって、それ以上のこう答えを導き出せないんだけど、もう一パターンとしては、そもそもゲームオーバー。何かフラグを立ててないので、対処法とかじゃなく、そもそも、あ、今のやつかな？さっきでしたやつ。うん、そもそも何かやってないので、死んでるというパターンですね。だから、あいつらが出てきた時点でもう死ぬってこと。声はするけど出てこないもんね。先にバッテリーを落としておく。で、意味ないでしょ。だって、バッテリーが落ちてる状態で、ブレーカー落ちてる状態って外で出ないんだもんね。出ないってことはないんだけど、やっぱ出ようとしない。だから、あそこから出ようとすると、ブーンってなっちゃうから、その、謎の出口、キーカードの方から出なきゃいけないのかもしれん。いないな。今回あれがいないね。落ちてる状態で。怖いね。ちょっと確認する。あれ、また1時だ。あ、エミリーいるな。落ちてる状態でダメか。落ちてる状態じゃダメなんだ。あげます。襲われません。これです。あ、そうだ、これで仕事いけるわーと。時間も変わってない。うーん、鼻がムズムズすんな。やっぱこれか。はいはいはい。もうまんま来てる、まんま来てる、まんま来てる。消してみる。動いてみない。動かない、動かない、動かない。
動かない、電気も消した。時計の数字が出てくる敵に対応している。だからさっきのさ、まあ2パターンしかないけど、スレンダーマン見てね、やつおと、これ関係してんじゃねえか。あ、待って待って、そういうことか。前提がやっぱ間違ってっかな。さっきだって1時の時に出てきたやつと4時に出てきたやつ一緒だったもんね。出てくる敵じゃねえよ。6だ。あー、じゃあそうだ。うん、1から6までの数字だな、多分。じゃあそこをさ、サイコロみたいなやつの絵柄かな。それしか考えらんないべ。で、さっきブブーって言ってたのは外れてたからでしょ。それで押さえたりして。だ、前提が間違ってる。6番。来たー、来たー、気持ちいい。ここまでしんどいであれだけど気持ちいい。決まると。うんちくを垂れてから決まると気持ちいい。あれ、ブレーカー落とされた。え、これ殺される、もしかして。やめてやめてやめて。あれ、ブレーカー上がんない。早く行こう。よし。あれ、ん、何、お、どうした。え、死んだ今。なんか今フラッと見えて。あ、でもアラームの音が違う。マイキーパー、見てなかった。マイキーかけある。今俺殺された今。トゥデイ、え、4時から。あ、でもサイコロ消えてる。お風呂もなくなってる。人形がいなければ悪夢は終わっている。あ、終わったくせー。悪夢終わったくせー。絶対あれ使うよな。よし、今俺夢を見せたのかなこれ。あ、でも皿洗える。風呂は入れないけど皿は洗えるんですね。ただ前提間違ってたのかな、それともやっぱ回避の仕方あったかな、ちょっと分かんないですね。ごめん、くしゃみした。失礼しました。ちょっと一瞬だけくしゃみしたんでカットします。さっきからずっと鼻がムズムズ。あ、治ってる。出れるのかな。入ったら普通に。普通に風呂入りました。すいません、風呂も入れたみたいです。じゃあこれで仕事に行けるみたいですね。よし、風呂入って、そして皿も洗ったので、今度こそあれ、何か落ちてる。バックボーンはビフォア、もう一回振り返ろう。大丈夫か。びっくりした。よし、これさすがにチェックポイントでしょう。
あ、よかったよかった。なんかでも前と違うね、敵の特徴を見てなんか逃げるって話だったんですけど、今回は全然なんか普通にアドベンチャーっぽい。それとも今のは序章なのかな。だって襲われたら確実に今死んでたからね全部。